こんばんは、ザ・ストロールズ、チャカ&ザ・ストロールズです、こんにちは、明太、ロックフェスティバル、感謝祭、ありがとうございます、いつも、僕たちローリングストーンズとかの曲をやって楽しんでるんですけど、今日はちょっと明太ということで、いつも、座って弾いとるチャカは今日は、こんな感じで、立って、ロックンロールしますんで聴いてください。 OK、 じゃあ、ファーストアルバムに入っとるナンバーでいきます。ちょっとゆっくりなやつですが聴いてください。最初のアルバムに入っとるやつから聴いてください。
そうだね。次のナンバーちょっとメランコリックなナンバーなんですけど、僕の大好きな80年代のコピーライター糸井重里さんが作った歌です。多分鮎川さんも大好きなんだと思うんですけど、ピンナップベイベイブルースっていうアルバム、ミッキー・カーチスさんがプロデュースした一枚なんやけど、そこから一曲聴いてください。
ました。今日は2月12日、明日13、明後日14、2月14日が椎名さんが亡くなってからもう2年になってしまいました。天国の椎名さんに向けて、最後に聴いてください。もし皆さんもよかったら一緒に歌ってください。ありがとうございました。チャカ&ストロールズでした。